はい、皆さん、こんばんちは、満天さんです。配信遅れて大変申し訳ございません。ということでね、早速見ていきたいんですが、今回ね、575回 D セットでこういう結果になっております。今回ね、D セットだったんですけど、そうですね、セットの傾向といたしまして、D セットはね、特に英語の列が出にくくて、ついで4が出にくいっていうセット傾向なんですけど、英語の列が1つと、まあ4の列2個出ているので、まあ、やや、収束方向の出方しています。位の方に関しましてもね、D セット、特にね、20の桁が出やすいというところで、まあ、20の桁が、3つ出ているというので、ね、こちらの方はね、ややね、偏りの、ね、出方しています。今回ね、出た数字7個あるんですけど、今回出た7個の、数字のね、出現回数のね、平均がだいたい104で、全体のね、出現回数の平均が109なので、ね、収束方向のね、出方しています。今回ね、注目していただきたい点、何点かありまして、まあ一つはね、今申し上げました通り、このね、7個の、数字ね、今回出た数字のね、出現回数なんですけど、まあ、30番っていうのはね、15番とね、13番に次いで、3番目にね、出現回数の多い数字なんですけど、まあ、逆に今回はね、その、ね、まあ、その12番を筆頭にね、12、25ね、20番とね、この100番、100回未満のね、出現回数の数字が4つ出てるというところありまして、特にね、12番っていうのはね、すべてのね、出現、数字の中で、ね、最も出現回数が少ない、数字となっておりますね。まあ、これがあるんでね、まあ、全体的な収束なんですけど、結構偏りのあるね、まあ、30番と、あとも、ね、出現回数の少ない4つ出てるというところになってますね。あとですね、このね、今回出たね、奇数1のね、偶数6なんですけど、こちらの方ですね、ここですね、ここを埋めるような形で出てますね。まあ、今回でね、奇数1と偶数6の組み合わせが、まあ、17回目なんですけど、まあ、期待的にはね、まあ、19.7 回で、まあ、まあ、やや、ね、まだ、期待値には到達してないんですけど、まあ、まあ、ここを埋める形で出てるというところで、まあ、まあ、この辺ね、まあ、その出現確率はね、低いんですけど、まあ、たまにこの辺ね、埋めるような形で出るんで、まあ、今回もそういう感じで出てます。あとですね、注目していただきたい点といたしまして、そうですね。まあ、前回も申し上げましたけどね、その、前回出てからね、ちょっとね、出現してない数字っていうのがね、まあまあ、ちょくちょくありましてね、まあ、この辺、前回はね、この辺はね、今回出ないんじゃないかというところあったんですけど、まあまあ、ね、予想通りね、まあ、この辺ちょっとね、どれも出なかったですね。あとですね、今回出た数字、7個あるんですけど、今回出た数字ね、ね、前回出た、出現回数と、まあ、重なるところがなかったんです。すいません。ちょっと待ってすいません。なんですけど、ここですね。まあ、前回当選番号一致数というところで、まあ、今回はね、この0個のところ、なんですけど、まあ、前回はね、1個出てたんで、まあ、ここなんですけどね。まあ、基本的にこのね、1個のところ、まあ、と、まあ、3個はね、期待値超えて出てるんですけど、まあ、今回ね、0個と2個はね、期待値到達しないんで、まあ、この辺ね、また埋めるような形で出るかもしれないんでね、この辺また注目していただきたいんですけど、まあまあ、0個はね、もう113回が、まあ、期待値ラインなんで、まあ、まあ、それをちょっとね、近づくような形で出てるんですけど、まあ、この辺もね、またね、ちょっと注目して見ていただきたいと思いますね。あとですね、そうですね、今回出たね、12番なんですけどね、12番っていうのはね、全体のね、出現数の中でね、最も出現回数少ないんですけど、直近で見ていただいたらわかると思うんですけどね、最も出現回数少ないんですけどね、直近で見たら結構出てるんですね。まあ、この辺、ちょっとね、結構得意なんですけど、特にね、直近で言ったらね、まあ、この辺、直近、確かね、まあまあ、8回か9回ぐらいで多分1等出てないと思うんですけどね。まあ、意外とね、12番でね、結構、出るときってなんかね、1等出ないことそこそこ多いんで、まあまあ、この辺もね、ちょっと注目して見ていただきたいと思うんですけど、逆にこの辺ちょっと12番ね、直近でちょっと偏って出てるんで、まあこの辺ね、ちょっともう怪しいんで、ちょっとまあ12番もね、ちょっと出るかどうか、かわからないですけど、結構でも今の時点ではね、偏ってちょっと出てるんで、まあ、この辺もちょっと、ね、なんですかね、ちょっと予想のね、ちょっと候補の一つとしてね、考えていただいてもいいんじゃないかと思いますね。あとですね、先ほど申し上げ、すいません、申し上げました通りね、今回出た数字、なんですけど、まあ、
前回当選番号とね、一つも重なってないんですけど、次回もね、もしかしたらそのね、一つも重ならない、可能性あるんで、今回出た数字をね、ちょっと除去してみるのもね、いいんじゃないかと思います。ということでね、次回の予想ですけど、こちらが偏りのある数字となっておりまして、こちらが、セットごとの予想となっておりまして、こちらが総合的な予想となっておりまして、こちらがね、私が主導で選んだ超大穴のね、素数5個の組み合わせとなっております。またね、データご覧になりた方に、ね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧くださいということでね、また来週さよなら。